はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。3月1日火曜日の全国のお天気をお伝えします。低気圧や前線の影響で全国的に天気は下り坂となります。外出時に雨や雪が降っていなくても雨具をお持ちください。ざっと強まることがあり、沿岸部などでは風が強まり横殴りの雨となる恐れがあります。特に湿った空気が流れ込みやすい九州や太平洋側などでは降り方が強まり、雷や突風を伴う恐れがあります。また積雪エリアでは雨となるところも多く、融雪災害などに注意が必要です。北海道では湿った雪が降るところが多くなりそうです。着雪、倒木などにもご注意ください。関東では夕方頃に雨の降る可能性があります。お帰りに備えて雨具があると安心です。また雨が降り出すまでは花粉の飛散に要注意となります。花粉対策しっかりと行いましょう。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。